1910年代頃の広告桜、正宗株式会社は、兵庫県神戸市にある、酒造会社である。名田伊佐の一つ、魚崎号に本拠を構える老舗中の老舗。1625年兵庫県池田荒牧村にて、はじめ鴨市、し17、1717年に魚崎へ移転し、酒造専業となる。創業以来当主は、山村多財門を襲名しており、 2020年時点では11代目である。6代目、当主、山村多左衛門は、酒の仕込み水として、全国的に知られる宮水の発見者とされている。また、1906年には、管理図醸造試験者の技師、高橋定造によって、桜政宗守護から分離された桜政宗公墓が、日本醸造協会より、協会一号公母として全国に反布された。 江戸時代末期に現在の場所に移転し、築後200年はあまり経過した内蔵にて酒造りを行ってきたが、内蔵は阪神・淡路大震災で門以外すべての建物が倒壊し、現在は震災の前年に完成した桜木蔵で製造を行っている。倒壊を免れた内蔵の門は現在記念館の入り口となっている。商標が桜正宗であることもあり。 酒蔵屋記念館、酒蔵付近のゴルフ練習場の敷地には多数の桜の木が植えられている。また2010年秋、桜正宗記念館、桜園の装いをリニューアルするに至る。口当たりの良い、やや辛口の酒が特徴。創業の頃は、俳優の名に由来する、新水という酒名で流通していた。しかし、酒名が、 女性的で資格の思考に投じないとの理由から時代に応じた命名を考えていたところ、山城国深草の元西安随行寺住職を訪ねたとき、机の上に置かれていた経典に書かれた臨在、正宗の文字を見て、正宗が、聖書に御音が通じることから、天保11年、正宗を叫名とした。当初は、聖書という読みが正しい読みであったが、 正宗という読み名で親しまれていたため正宗が一般的に定着し、明治期に至るまで正宗の名で流通した。なお、正宗という名の入った酒名が今日においても全国的に多く見られるように、正宗という名は江戸期に流行った酒名であり、桜、正宗だけが正宗であったわけではない。明治時代になり商標制度ができると正宗を正式に 商標登録を申請しようとしたが、他にも多くの蔵元が、正宗の名を名乗り出たために、正宗が、普通名手として扱われたがゆえに受理されず、国家である桜花一輪を監視、桜正宗と名付けられ今日に至る。銀城酒編集定番商品、編集歴史シリーズ商品、編集その他、編集2009年より当社にて製造、販売。 元来は1758年創業の三影里の酒蔵で作られていた商品である。旧木村酒造では1997年に連続テレビ小説天からシャンの撮影が行われた。ありがとうございます。